公弱譜は文字譜の一種で中国、朝鮮、日本など漢字圏の国々で広く行われていた学譜の表記法。漢音の公赤譜が正式の読みであるという人もあるが、大漢和辞典漢字会はいずれも公弱の読みを公尺としている。公弱譜の起源、また富士から公と差しの二文字を取って名称とした理由や経緯についてはよくわかっていない。 1900年に、トンで発見された、トンコウビプには、講弱符とよく似た、寄付法、東大円楽半ジップが使われていた。宋の時代の講若婦は、今日、白石道人家局に見られ、また鎮活、無形筆談の保筆団、長炎、資源や、こと早し後期に説明されているが、後世のものにかなり近づいていた。宋時代には、俗字符といって、 特別の記号を使って書かれることがあった。この記号は、現在のところユニコードには未収録だが、追加多言語面への追加が提案されている。日本でも高弱譜は、江戸時代に大流行した民進学を通じて民間に普及した。日本の大衆音楽においては、明治末年まで高弱譜は、ポピュラーな寄付法であった。西洋音楽の普及に伴い、 中国では中華民国以降、日本では大正時代以降、高弱符は、スタレ、西洋伝来の五千符や数字符にとって変わられた。高弱符は、西洋音楽の、低いソ、低いラ、低いし、ド、レ、ミ、ファ、ソ、ラ、シにあたる音階を、それぞれ、合わせ、四、一、上、差し、交、ボン、六、五、オツの漢字を用いて表記した楽符である。 中国の伝統音楽では楽器や音楽のジャンルごとに様々な寄付法が使われていた。高弱譜もその一つで主に民間の通俗音楽などの楽譜として東洋諸国で広く使われた。リズムを表記した高弱譜の例。1894年間民進学のしおりよりリズムの表記は苦闘点や某点で表す。また、1オクターブ高い音は 漢字の左側に人弁をつける。その他、時代や地域によって細かいローカルルールがある。過去の東洋の音楽では、琴や、シャミなどそれぞれの楽器ごとに独自に特化したタブ譜を使うのを常とした。高弱譜は、楽器や楽曲のジャンルを問わず共用され、習得も容易だったため、民間の通俗音楽で広く用いられた。高弱譜の発想は、 西洋の数字符とよく似ている。日本ではピアノなどの楽譜は絶対音高を表す五線譜であるが、対象ことやハーモニカは今も数字符を使うことが多い。数字符はド、ど、れ、み、ファ、ソ、ラ、シをそれぞれ1、2、3、4、5、6、7と表記する。高弱符は、用数字の代わりに漢字を使って音の高さを表すが、高弱符は、 西洋の数字譜より歴史が古く、また、西洋音楽とは、全く別個に発生したものである。現在も沖縄音楽の参戦の楽譜は、五線譜では、なく、クンクンシーという高弱譜に似たタブ譜を使用する。クンクンシーは、高弱譜そのものではないが、その発展型の一つである。民進学のしおり1894年間より、江戸時代から明治にかけて、 日本で流行した神学では、公弱符のそれぞれの字を次のように遠いで読んでいた。読み仮名は本によって微妙に異なる。音高が1オクターブ高い場合は漢字に人弁を2オクターブ高い場合は行人弁をつけるが、読み仮名は同じままである。公弱符の記号は基本的に漢字そのものであるので、ユニコードでは特別の領域が設けられていない。 2009年のユニコードバージョン5.2で越曲で1オクターブ上の音を表すための公人弁付きの字が二字追加されている。本曲で使われる行人弁の別の2文字について追加提案がなされている。2020年のユニコードバージョン13.0で本曲で5より下の1オクターブの音を表記するための7文字が追加漢字面の U プラス 2A6D7 以降に 追加された。ありがとうございます。